いすみ軌道、いすみ軌道は、かつて、千葉県いすみ郡大原町、現、いすみ市と大多喜町を結んでいた、鉄道路線、及びその経営会社である。開業以降、千葉県営、佐々木安蔵、佐々木安蔵、長島金を、長島金をいすみ軌道と経営名義が変更されているが、それぞれの時代についても、本記事で記述する。なお、 千葉県営時代については、千葉県営人社、千葉県営大原、大滝人社軌道線、千葉県営大原大滝魔王都社鉄道、千葉県営軌道大滝線などといった、様々な名称で呼ばれるが、本記事では、千葉県統計書、対象4年などに基づき、千葉県営大原大滝人社軌道と表記する。1908年、明治41年に、千葉県知事に就任した。 有吉忠和は、1909年、明治42年に、町南もばらまおと社起動を開業させたほか、1910年、明治43年には、千葉県営鉄道タコ線、野田線の建設を計画、後は共に1911年、明治44年するなど、県主導での鉄道整備を唱えていた。一方、泉群の軍役所が置かれており、 この地方の政治的中心地であった大滝町には鉄道路線が通っておらず、1899年、明治32年に、房総鉄道、現、外房線の駅が開業した大原町との間での交通量が増大していた。このことから、1910年に大滝町視察を行った有吉は、大原、大滝間の軽便鉄道の指揮に内殴を与える。しかし、 同年6月に新知事に就任した告げ、森涼は、地形の関係上撤去を、多く多大の公費を要するため、京弁鉄道の不設は、県の財政上到底これを許さず、しかれど、町民の熱望を考慮し、人車なら、不設線として、計画を人車軌道に切り替える。こうして1912年、大正元年12月15日、千葉県営大原大滝人車軌道は開業した。 大原大田機関の所要時間は約2時間30分、運賃は20銭程度であったと推測されている。なお、建設費は、県債で賄っており、これは沿線の住民が引き受けた。記載額は15万3000円と記録されている。しかし、開業してみると、営業成績は決して良いものではなかった。例えば、1914年。 対象3年の輸送人員は27,251人、貨物量は1,963トンであったが、同年に、長南モバラマオと車軌道は、それぞれ37,398人、1,821万700均、約1,920トンを記録している。この理由としては、人が普通に歩くよりも遅いほどのスピードであったことや、人車が重くなることを嫌って、 乗車拒否をする、お仕夫が一部にいたことなどが指摘されている。このような状態であったため、軌道は初年度から2782円の欠損を計上し、その後は、運賃値上げ、1918年、大正7年の時点で全線乗車時の運賃は46銭になっていたなどの策を講じるも毎年欠損が続いた。また、泉川にかかるマスダ橋が、豪雨により流出。 第一次世界大戦後のインフレによる営業費用の増大などといった事態も発生し、県も軌道の維持を負担に感じるようになってきていた。このような中、1919年、大正8年11月に東京市本郷区の佐々木安造が払い下げを申請。県もこれを認め、軌道譲渡が県会の承認を受けるまでの間は一時的に佐々木無料で貸し付けることを定め。 こうして、1920年、大正9年4月1日から佐々木安造の個人経営による軌道として運営が始まった。ここに至って、沿線町村からも佐々木に対抗して、払い下げの申請が出たが、当時知事であった折原美一郎はこれを、当局が前々から研究している場合には何ら希望を申し出れず、いざ一定の人に払い下げようという段階になって、 出願する始末で、それでは少し遅すぎた態度と言われねばならないと批判する。ただし、同時に、出来うるものならこの出願者と共同して仕事が進められるなら、さらに結構であろうと提案もしており、これを受けて、佐々木は、県営時代の主な荷主であった、大原運輸倉庫社長の長島金を、後に、大原町長と行動で特許検上等出願。 こうして1921年、大正10年3月31日、一社起動は、佐々木安蔵、長島金夫に3万円で譲渡された。なお、同年7月頃に、佐々木は起動経営から手を引き、10月14日に起動は、長島金夫単独名義に変更となった。さらに同年の11月20日、大原町の金物屋であった、土屋弁次郎を、社長、 長島を取締役として、いすみ軌道が創立される。大口株主には、大原運輸倉庫の関係者が多く、大原運輸倉庫の子会社といった体であった。そして翌1922年、大正11年2月20日、長島から、いすみ軌道へ経営が譲渡された。いすみ軌道となって、手始めに行われたことは、動力の変更である。動力に関しては、 1919年に、佐々木が提出した払い下げ申請書の時点で、将来自動式に改造しという文言が存在している。なお、これは、蒸気機関車が大いに幅を利かせていた時代に、機動車の有望性を見抜いていた事実は特筆されて、良いだろうと評されているなど、軌道にとっては長く祝願であった。ともあれ、3月13日に人力からガソリンへ、 動力変更申請が行われ、9月5日に認可される。このため、9月28日にガソリンカーを購入。一社の運行と並行して試運転を行った結果、乗客の評判も上々であったが、空車時重量3200ポンド1451キログラムが、一社1000ポンド453キログラムの約3倍に達したことからレール。 枕木の孔が必要となったため、実際にガソリンカーの営業運転が行われるのは1923年、大正12年2月21日まで待たなければ、ならなかった。ガソリンカーの運行が行われるようになると、一社時代は2時間半かかっていた大原、大田機間を1時間で結べるようになる、運賃は63銭。これに伴い乗客数も、一社時代は、 毎年3万人前後で推移していたのが6万人を超えるほどに増加し、軌道は千葉県営時代からを含めて初めてとなる黒字を計上した。しかし、こうして経営が順調になっていった矢崎の1925年、大正14年に、木更津大滝大原を結ぶ国鉄木原線の着工が決定する。木原線の工事にあたって、伊子軌道の運行に支障が出ることや、 木原線が開通すれば経営が成り立たなくなることが予想されたことから、いすみ機動経営陣は、木原線の工事資材運搬用としての買収を国申請する。これが受理されたことから、1927年、昭和2年8月31日限りで全線が廃止され、9月18日に会社も解散した。買収金額は8万5千円であった。その後、 1930年、昭和5年4月1日に、木原線、大原大田機関が開通。同区間を35分25線で結んだ。一車自体は、速度が時速8マイル、約13キロメートルを超えないように制限されており、大原大田機関を約2時間30分で結んだ。本数は、年度によって多少増減するが、旅客8往復。 貨物用4往復程度が運行されていた。ガソリンカーが走るようになってからは、大原発6時30分の始発から20時15分発の、周発まで2時間おきに1日8往復が運行され、同区間を1時間で結んだ。人車時代の客車、貨車は補強された上で連結器が新設され、ガソリンカーに引かれる形で使用された。列車は全て貨客混合だったと言われている。 鉄道院年報、鉄道院鉄道統計資料による、大原日田対、七局対秘書山田、日田の対秘書、狩谷、カズ狩刈谷引田増田大滝、カズ大滝、大原、山田、狩谷、大滝は停車場であり、荷扱いの引き込み線が設けられていた。特に大原は、車庫、事務所も併設されており、軌道運営の拠点であった。それに対し新田、引田、 増田は停留所で、大使船と若干の建物が二つぼ半程度の敷地に収まっているだけの簡単なものであった。なお、大滝停車場は、現在の泉鉄道大滝駅とは異なり、泉川の右岸に位置していた。開業時には客車、一車十二両、下車二十四両が存在した。客車は、定員八名で、信号用のラッパ一個を備えており、 一両につき二人の一車夫がこれを押した。貨車は一両につき一人の一車夫がお住む会社であり、他客時には小座を敷いて、客車の代用としても使われた。1913年、大正2年には乗客の少ない時に使用する目的で、四人乗りの小型客車が十両増備されている。これは一両につき一人の一車夫が押した。1922年、 対象11年からはタン式、ガソリンカーが使用されている。これは、日本における、内燃動車の導入例としては、吉間軌道、五条目軌道、仙台軌道、札幌軌道に次ぐ5番目のものであった。期間は20馬力4軌道であり、日本製内燃動車としては初めて空気ブレーキを装備していた。定員は公式には10人であったが、実際には9人であり、これは、 日本最小の機動車ではないかとも推測されいる。当初ガソリンカーは1両のみであったが、1923年、大正12年に2両が増備され、1925年、大正14年にはさらに1両が増備された。4両中3両は、日本鉄道事業制であり、最後に増備された1両のみ鉄道自動車、製作所制。ただし、このメーカーについては他に記録がなく、 誤りではないかとも見られているである。いすみ軌道廃止後、ガソリンカーは、宇都宮石材軌道に譲渡されたが、同線の旅客営業廃止後の消息は不明。2012年に東路線の開業100周年を記念して、当時の車両が復元された。復元車両は、いすみ鉄道いすみ線の大滝駅に、生体保存されており、将来的には軌道を伏設して、 動体保存することを目指してい、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。